こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。こんばんは。こんばんは。そう、今日ジャージです。レッスン着 レッスン着。そう、今日レッスンだったから、そのままです。そのままでやらせてもらってます。こんばんは。かわいいよね、これ。すっぴんですか。そうです。レッスンなので レッスンなので すっぴんです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。カジケン食べて帰宅しました。お、嬉しい。そう、今日最終日。最終日です。今日皆さん食べれましたか、カジケン。私も昨日ギリギリ駆け込みに行きましたけど、食べれてよかったですね よかったですね。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。このジャージはなんか、私はその時いなかったんだけど、ママかな、がママかな、妹かな、なんかお買い物しに行った時の店員さんが着てて可愛かったから買ったって言ってました。調べて そのお店のものかどうか分かんないけど、でもお店に売ってなかったって言って、ネットで買ったみたいです。可愛いよね、学校の先生みたい。この色味のジャージ。学校の先生ですか って感じですよね。そう、これに今日はもうマスクして、眼鏡かけて、リハしてきました。そう、体育の先生みたいじゃない ね。かわいいよね。今日も来た。ありがとう。声おかしい。こんばんは。
ありがとうございます、ギフト。そう、メガネかけてたよ。血のメガネね、そう、なんか伊達メガネに見えるらしくて、そう、かけてても「え、それ本物？」って言われるんですよ。本物ですけどね。これでレッスン受けてました、今日。これにマスクね。そうね、今別に今別にそんなさ見えないとかないけどヤンクミヤン奇遇ですね。私今極戦見てんだよね、ドラマ昨日から見始めたの、極戦ヤンクミヤンクミお前らお前らなんだっけわかんないけどお前らお前らしかわかんないなんだっけあ、そう、1個目見てます。1個目見てるけど、1個目は見たことあるんですよね、何回か。そう、でも最初から見るべきかなと思って1個目見始めたでも1個目しかね、ちゃんと見たことないんだ。そう、だからちょっとこのまま、映画とかあるよね、極戦って。だから見なきゃ。お前ら全員まとめて卒業させてやる、こんなセリフあるよね一回さ、なんかリハ、中年コンサートの時にさ、リハーサルでなんか S だけツインテール しようみたいな日があったんですよ。でツインテールしてこれかけてたから、みんなに「えヤンクミ？」みたいな、「極戦でしょそれ」って突っ込まれました突っ込まれました、ヤンクミやん。1個目って何年なんだろうね、生まれてるかな、さすがに、さすがに生まれてそうだけど、っていう感じですね。こんばんは。でもなんか時代を感じる髪型とかだよね、極戦見てると。なんかすごい、なんかんみたいな、なんか今に見ない髪型してるよね。2002年、あ、生まれてませんよかった、なんか嬉しいかも。ちょっと最近結構、あ、もう生まれてるわみたいなこと分かったけど、よかった、セーフですね。2002年、よかった。じゃあ私まだこの世に誕生しておりませんわ生まれてませんわでも逆にもうそんな前のドラマなんだ。なんかあれだね、もうちょっと最近のものだと思ってた。もうメガネ疲れる。見たことあるよ、見たことはある、あるんです。今はね、そう、Amazon プライムで見てます。って言っても昨日1話見始めて、まだ1話しか見てないから
全然進んでないんだけど、そう、まあ、1日に1話見れればいいかなぐらいの、そういうマイペースさでいきたいと思います。懐かしいドラマ見てる。なんかこの間ご飯屋さんご飯食べに行ったら、2個目の極戦、第2シリーズの極戦の主題歌が流れてて、すごい不意に見たくなったんですよね、極戦が。だから見始めたっていうきっかけっていうことです。それで見始めました。そう、なんかそのご飯屋さん、なんかね、曲線がねめっちゃなんか古かったんだよね。なんかいつの時代の曲流してるみたいな、なんかすごい夏メロばっかだったの。なんかちょっと前のドラマの主題歌めっちゃ流すやんみたいなお店で、そうそうそう、すごいなんか私はわかるけど絶対わかんない人いるやろみたいな感じの曲だったんですよね。そうすごい夏メロ祭りしてた。またプレイリストしましょう。プレイリストね、したいっすね。いや、アイドル系やりたいな。私結構夏メロばっかり行ってきたからさ、アイドル、私アイドルも聞くのよアイドルも聞くのよ、結構最近 AKB めっちゃ聞くんだから、 AKB めっちゃ聞くから。48縛りでも面白そう。あ、本当？最近はね、何が好きかな。 AKB さんだとね、何が好きだったか、あれ、そばかすのキスだ。そばかすのキスめっちゃ聞きます。季節がすごい合わないな。あ、もう明日11月だから11月のアンクレット聞こう今日もハロウィンナイト聞いとこうかな、これ終わったらハロウィンナイトでも聞こうかな。ね、なんか僕の太陽とかも好きですね。僕の太陽とかランランランとかも好きだし、隕石の確率とか好き。公演曲好きだね。あとなんだろう、公演曲ね、いいよね。あ、ずっとずっとね、うわー、いい曲や。そう、僕隊めっちゃ好きなのにあんまやる機会がなくて、あんま踊ったことないんだよね。してみたい公演ある。シアターの女神は好きな曲多いからやりたい。わあ、でもね、誰かのためにとかも好きですね。誰かのために公演とかも好きです。小池、小池、
バードやって、あーいいね、バードかっこいいですね、いいね、バードいいですね。好き好き好き、うん、やったことあるけどいいよね、難しかった記憶あるな。昔のアイドルさんはあれ、後ろ指刺され組後ろ指刺され組聞きます。あとはでもモーニング娘さんとかも聞きますね。うん、なんかね、なんか音楽聴くのが好きなんですよね、とにかく。そう、歌うことももちろん好きだけど、聞くことがそもそも好きだからいっぱい聞くって感じ。夏メロカラオケ配信してほしい。ショールームだとね、厳しいねんな、それ。そう、厳しいねん、それ。ダメなんよ、ルール的に。そう。ダメなんです。いつかできる日を楽しみにしててください。いつだよ、いつだよって感じですね。こんばんは。あかんのか、あかんねん、あかんねん。カラオケのお店か、あ、じゃあそれがいかんねん。それダメなんよ。それダメ。そう、歌うのがダメなの。そもそもね。このショールームのカラオケ機能使わなければいいとかじゃなくて、歌っちゃダメなの。そう。厳しいんすよ。そう、あかんのよ。そう、ダメなの、それ。そう、ダメなの、厳しいんです、ルールがあるから。こんばんは。SK 紅白みたいなイベントがないと聞けない。そうだから、そうそうそう、去年さ、私ホワイトラブ歌ったじゃないですか、スピードさんの。あれ結構だからすごい奇跡ですよね。めっちゃ楽しかった、あの日の公演。すごい、なんかホワイトラブってそんなニッコニコで歌う曲じゃないけど、めっちゃニッコニコで歌った記憶ある。そう、めっちゃニッコニコで歌ったよね。もう嬉しくて嬉しくて、私も絶対無理だと思ってたんですよ。ホワイトラブやっぱ無理でしたみたいな言われるかなと思ったら、あ、OK ですって言われて、えみたいな。もうそれだけで私めっちゃ頑張れちゃうって思って、めっちゃ頑張ったんよ。そう、めっちゃ頑張ったんだから。そう、白組だからホワイトラブ選んだとかじゃなくてさ、普通に季節的にさ、ホワイトラブめっちゃまあ好きだし、曲的にね、曲がそもそも好きで、
その季節にも合うからホワイトラブどうですかって提案したの。それでも白組なこと忘れてた自分が。日向坂さんのジョイフルラブとか誰だろう。落ちます、落ちますか。ジョイフルラブ初めて聞く名前だ。聞くね後で。日向坂さんあれしか分かんないな。なんかさ、ブルーベリーなんたらみたいな曲ないですか。ブルーベリーなんたらは入ってる。ブルーベリーなんかありますよね。ブルーベリーなんたら、それはね聞きます。こんばんは。あ、それ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 、ブルーベリー、これアンドでいいの、ラズベリー、それ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 しかわかんない。あとあの有名な曲たちしかわかんないな。聞こう。ジョイフルラブね、覚えた覚えた。こんばんは。坂道あんま聞かん。坂道さんは聞くよ。でも乃木坂さんとか聞きます。きっかけとかめっちゃ聞いちゃうよね。きっかけとかめちゃめちゃ聞くし、アウトオブザブルーが好きですね。アウトオブザブルーも好きだし、あとあれが好き、逃げ水、バレットも好き。あとはね、裸足でサマーとか、その辺も好きですね。こんばんは。今日何食べた？今日結構食べましたよ。朝から。朝アイスカフェラテとおにぎり一つ。リハだったので。頑張れないなと思っておにぎり食べました。で、お昼にパスタを食べに行きました。5日連続の麺類食べ過ぎ、パスタ食べました。帰りにスタバを飲みました。爆睡してその後家で、夜はなんか野菜炒めみたいなやつとサラダです。以上、そんな感じです。そんな感じだよ。みんなは何食べたの？おにぎり何？すごく気になる。何食べたっけ？あんま覚えてないんだよね。塩じゃない多分。適当すぎ。塩じゃない。塩じゃないかな。うん、なんか塩の味したから多分塩だと思うな。塩ってことにしといてください。あ、もう朝だったからもうなんかうわーってうわーってなりながら選んだからさ、あんま覚えてないのよ。そういうふにゃふにゃしながら選んだから覚えてないんですけど、多分塩おにぎりです。そう、あんまね海苔がついたおにぎり好きじゃないんだよね。そう、あんま好きじゃないの、海苔がついてるやつ、パリパリしてあんまり好きじゃないの。そうだから海苔がついてないおにぎりをいつも選びます。洗い物しながら見てる。配信気になってすまない。私洗い物得意だよ。結構特技レベルで洗い物得意。めっちゃ好き洗い物。楽しくない？
洗い物楽しくない？私結構ルンルンでやっちゃうけどね。意外って意外？嘘。めちゃめちゃ好きだけど洗い物。めっちゃ好きだけど、え、全然やりに行くよ。ゆずぽ千切りもそう。ね、ゆずぽはゆずぽはね、包丁持たないんですよね。そう、あんま持たないので千切りはちょっとできない。一緒に洗い物したら楽しそう。一緒に洗うのめっちゃ効率悪そうじゃない？効率重視女だから。なんかめちゃめちゃさ、手とかぶつかりそうやん。腕とかぶつかりそうやん。絶対別れた方がいいって。ダメだよ、そんな。めちゃめちゃ広々キッチンならいいけどね。あ、一人が、あ、そういうことね。一人が洗って一人が拭くってこと。あー、なるほど。それだったらまあ。じゃあゆず洗います。拭くのあんま好きじゃないんで。拭くのあんまり好きじゃないので、私が洗います。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。そんな洗うの楽しい。でもいつも YouTube とか見ながらやりますよ。自分で食べたもの洗わなきゃいけないときね。YouTube とか見ながらやる。食洗機とか使わない。あ、めんどくさいです。ボタン押すのがめんどくさいのと、なんか入れなきゃいけないやん、洗剤みたいな。それもどこにあるのかわかんないのと、まあ自分の手で洗った方が早いっていうので。量があるとき食洗機助かる。あ、そうそう、使った場合ね。私だけお皿使ったときは自分で洗うよ。けど家族で夜ご飯食べてます、終わりました、そのときはもうパパが洗うんで、それはもう自分で下げ、お皿だけ下げて、あとはもうお願いしてます。石黒家の食洗機ある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 けど、あんま使ってるとこ見たことないかも。わかんない、私が知らないだけかもしれないけど。もう明日から11月なの、やばくない？早すぎじゃない？ちょっとさすがに早いよ。
早すぎる。11月だっても、早いね。ついこの前年が明けた気がする。うん、私もついこの間箱根駅伝とか見たなって気持ち。うん、それぐらいの気持ちだし、そう、この間成人式したよなって感じです。あれ？おかしいな。2ヶ月ぶりに家に帰ってきて、やっとゆずぽのラビア、うん、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ありがとう、たくさん見てください。ラーメンからもうすぐ1年ね。もうだってあとちょっと、あとちょっとで1ヶ月、早すぎ。早すぎる。ギフトありがとうございます。ありがとう。もうなんかだんだん寒いしね。もう急になんかこの間ちょっとさ、あれ暑っみたいな日とかあったけど、もう寒いよね多分。やだな、やだな、寒いのやだ。ね、夜寒い、夜めっちゃ寒い。夜の寒さすごく嫌い。ありがとうギフト、ありがとう。こんばんは。紅葉とか見た。あ、紅葉は見に行こうねって言ってます。そう、一応でもこう見えて毎年見に行くんですよ、紅葉。そう、今年も見ようねって計画は立ててます。紅葉はね、いいよ、見るの。すごい日本を感じるから、めちゃめちゃいいですよ。おすすめ。やっぱ春は桜を見に行くべきだし、なら秋は紅葉を見に行くべき。ギフトありがとうございます。ありがとう。
紅葉ね、4日の FC 限定公演、わあありがとう。そう、4日は S 公演です。楽しみです。追加曲は何かお楽しみにしててください。久しぶりですよね、 FC 限定公演。いつかわかんない、いつぶりかわかんないけど、なんかすごい久しぶりにその単語を聞いた気がする。楽しみ。楽しみです。投票何が多いのか気になるね。みんな投票したの？したの？投票気になる。なんかファンの人が好きな曲とメンバーが好きな曲ってちょっと違いそうじゃない？なんか踊ってて楽しいとかさ、聴いてて好きだな、いい曲だなとかっていう感覚的に違いそうじゃん。私は何だって好きなんだけどさそう、何だって好きなんだけどさ、そう、どうなんだろうって思って。今日で更新期限切れるとこだったけど、え、嬉しいんですけど、さすがですね。もういつのこと好きなんだね、嬉しい。あー、猫ね猫ね、猫いいね。うん、猫を いつかやったんだよな。ゼップサマーツアーかな、サマーゼップツアーかな、なんかやったんだよ。マリンのなんかラップにすごい毎回笑った記憶あるおもろくてそう、マリンがなんかラップ担当だったの。そう、ね、猫の尻尾でね、毎回なんかツボだったんだよな。それずっとなんかリハで笑ってたそう、なんかラップありますよね、あの曲。急になんかラップ出てくるよね。毎回笑ってた。私はちなみに凍える前に大優勝曲だと思ってるんで、凍える前にが好きですそう、凍える前にが好きです。私はもう一押し、凍える前に一押し。ありがとう、ギフト、ありがとう。まあ私は何披露するかもう知っちゃってるので知っちゃってるので、もう楽しみ、お楽しみにとしか言えないですよね。楽しみです。楽しみです。そう、知っちゃってるのでね、練習しなきゃですねありがとう、ギフト。パーショット迷ったけどパーティングショットってそんな略され方すんの？パーショやば、すごい、おもろい、初めて聞いた。かっこいいね、パーショパーティングショットかっこいいよね、パーティングショットね。パーショか、いいね。パーティングショット好き。パーティングショットかっこいいよね。なんか S って結構どのさあジャンルもないカップリング曲、かわいいのもあるしかっこいいのもあるし、素敵ですね。ことがない、好きなんですか？私も好きだけど。あれは私がよく間違える曲私がフリハで間違える曲、愛してるって言われたことがない。そ
そう、めちゃめちゃ間違える、毎回どこか間違える。どうでもいい情報すぎ。あれめっちゃ良くない？好きだよ、いい曲だなって思う。 MV 撮影が熱かったっていう思い出ですかね。そう、すごい暑い中、岐阜のなんか空の下めっちゃ暑かった記憶。どこを間違えてるか分かんない。違う、プロだから本番は間違えませんよ。本番は間違えないけど、リハでよく間違えるっていう話ね。そう、本番はさすがにやらせてください。やらせてください、本番は大丈夫です。カッパ着てたね、懐かしい、カッパ着てた。カッパね、懐かしいね。そういえば愛してるって言われたことがないわ。もう何年前、2年前とか。それぐらいですよね。ビジュアルが去年じゃない感じがするから2年前ですね。2年前の夏ですかね。こんばんは。あれ1年前、嘘、去年だっけ。去年の感じしないんだけど。去年ですか。めちゃめちゃ前なイメージ。私の前髪がめっちゃ前って感じ。もうすぐ2年ってこと？そう、ビジュアルが結構前のビジュって感じ、私の中で。去年カッパ着てシャメ買いって記憶ある。意識高いですね。すごい。どういう？カッパ着てシャメ買いか、いいね。初めて聞きました、カッパでシャメ買いは。あの黄色のやつ、えぐ。すごい人いるやん。お誕生日おめでとう。すごい祝い月間なの？もう終わっちゃうんだ、じゃあ今日で。悲しい。ありがとうございます、たくさん。なんかお誕生日おめでとう来て、定型文がねいっぱい来て、とってもとっても嬉しい。久しぶりに指ハートとかしちゃった。こんばんは。ぎこちなかった、ぎこちなかった。そう、今こうどういう風だっけってなりました。ハルビーのゆずちゃん可愛かった。本当？なんかあのさ、ロリータはハロウィンなのって思いながら、どうしよう、投稿しようか迷うなって思って、って思ったんだけど、してみた。してみた。やっぱなんかあの、あげることが大事かなって思って。そう、更新することが大事かなと思って更新した。偉いでしょ。そういうことです。猫耳だけで価値があります。あら、嬉しい。ちゃんのやつ、あれ、あのコスプレ、マリンちゃんの借りましたよ。ロリータ大好きなので、コスプレかどうかは問題ではないです。
よかったです、それなら良かったです。わあ、50分だ、もうすぐ、あとちょっとしたら終わるね。どんなのがハロウィンっぽいやつになるよ。でもほんとガチコスプレみたいな、そうしたことないからさ、いつかやってみたい。もうマジで、え誰みたいな、そう、え誰が何やってるのみたいなぐらいの、もう私って分かんないぐらいのやつやってみたいです。いつかウィッグとかかぶってやりたい、いつかね。ってなるとやっぱアニメのキャラクターとかになりそうだよね、そういうの。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今だと何がいいの。私はアイカツになりたい、アイカツになりたい。私はアイカツのいちごちゃんになりたい。いや、うん、いちごちゃんになりたいな。いちごちゃんでも黄色い髪なんだよな。黄色ちょっと似合いそうじゃないよね。やめよう。アイカツになりたい。私の夢、アイカツになりたいアイカツになりたい。もう生きてるうちにアイカツになりたいです。セーラームーン、あーいいですね。セーラームーン気入ってるからさ、やるべきだよね。セーラームーンいいな、やってみたいな。セーラームーン、名前はセーラーマーズしかわかんないんだけど、セーラーマーズでもいい？セーラーマーズしかわかんないや。セーラームーン、セーラーマーズしかわかんない。キューキが昔やってた。ああ、なんか記憶にありますそれ。やりたい。やっぱそういうのいいよね。なんかみんなでやるみたいな。マーキュリー何色？緑とかいるよね。でも マーズならウィンクもいらない。ああ、めっちゃいいじゃん、便利じゃん。私のありのままでいけんの？いいね。じゃあそれにしよう。じゃあそれにしよう。かわいい。セーラームーンかわいいな。セーラームーンかわいいけど見たことないから見てみたいな。そう、見たことないから見てみたいな、いつか。待って、51分だ。昨日ね、今日の話ね、これ話したら終わる。なんかアップルウォッチってなんか毎日通知が来るんですよ。なんか今日も頑張りましょうみたいな通知が来るんだけど、なんか今日の朝ポンって来たので、何かなと思ったら、昨日はのんびりしすぎましたねみたいな、なんか煽ってきた朝から。朝からなんか昨日はのんびりしすぎましたね、今日は頑張りましょうみたいな、何みたいな。私結構昨日歩いたんだけどそう、昨日はのんびりなんかしすぎましたねって怒られましたひどいひどいよねっていう話です。朝から今日もリハ頑張ろうって思ってたのにさ、朝からなんかのんびりしすぎましたねみたいな。ねえ、いいやんね、別にのんびりしても。別に昨日だって普通に歩いてたし、全然なんかもっと他の日の方がのんびりしてたのに、どこを見てのんびりしてると思ったんだろうっていう、ちょっと朝からうんってなりましたっていう話。
終わります。ありがとうございました。またね、また明日。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。また明日。バイバイ。